おはようございます。ちょっと部屋が暑すぎてマジで寝れませんでした。いやー拷問ですわマジで。まあ今日ね扇風機届くはずなんで今晩は大丈夫だと思うんですけど、ちょっとさすがに扇風機なしの生活は地獄です。特に部屋がちょっと熱がこもりすぎて暑すぎました。 62.6 本日のコンディションでございます。順調ですね。体重もね順調にずっと止まることなく落ちてきております。今ね摂取カロリーめっちゃ減らしてるんですけど、まあちょっと一回チートデイを入れたんでね、ちょっと一気に減らすことで緩急のね差をつけて、まあちょっと揺さぶりをかけて一気にドカンと落とすという作戦でございます。はい、まあ今はねうまくいってるんで停滞するまでこの調子で頑張ります。ということで本日も一日頑張ります。いただきます。夏はこれに限ります。キュウリです。今から散髪に行ってきます。かなり髪の毛ねもう去ってきたんで、この辺でちょっとすっきりしてきます。いやー暑い。歩くだけで汗が吹き出ます。もうほんとすっきりしたいですね。この髪がねちょっとでも少なくなればちょっとは涼しくなるかな。はい、もうマスクもきついですね。もう人のいない時はマジでマスクしたくないです。あれマジか。しまってました。まさかのマジか。はい、ということでしまっておりました。まあまあまあ個人でねやってるんで、まあなんか用事があったんでしょう。まあそういう時もありますよ。また出直してきます。0キロカロリー2リットルでこの値段は安い。空き部屋貸してもらえることになったんでここで作業したいと思います。ああエアコンついてる、超最高、快適。いい音。今ちょっと知り合いの方からね声かけてもらって、急遽今から船に行くことになりました。その船っていうのが沖に泊まってるんですけど、それがね出発するわけではなくね、沖で、まあ、生活するような船、クルーザーみたいな感じなんですけど、まあ、僕毎年ね1年に1回は絶対行ってるんですよ。楽しみたいと思います。はい、行ってきます。食材調達。今日木曜じゃん。買いに来ました。それですね、うん、これでお願いします。かわいい。めっちゃギター、めっちゃギター。到着です。いや何回来てもこの場所すごい。船なんですけど家になってます。ここで今日は遊んでいきます。
最高に気持ちいい。船の上ですよ。なんていう贅沢。こんなとこで筋トレができるなんて幸せすぎます。釣れてる。アナゴ。アナゴ。プリですね。すげえ。アジ。ま。まあ黒毛アジ。うまそう。うん、うまっ、うまっ。なんか寂しそうな背中してんな。じゃプロのプロのなんか釣り人やん。あっ、なんかうん、スペアリード、スペアリード、うん、いけますね。うまい。でかいトマト。夜のヨット乗り場です。散歩してます。こんなとこね、普通の人は歩けないんですよ。知り合いだからこその特権です。いやー、食った食った、めちゃめちゃいっぱい食べました。そしてお酒も飲んじゃいましたね。いい息抜きになりましたよ。ということでね、今日は船の上で寝ることになりました。また明日ね、朝起きたら船の上で朝活しようかなと思います。今日はゆっくり寝れそうです。それではおやすみなさい。